モンテイクリストクラブ、モンテクリストは、キューバ共和国で生産されている、葉巻の銘柄の一つである。アストリア出身のアロンソ・メネンデスが1935年に、エイチ・アップマン工場で製造を開始、アレクサンドル・デューマの、モンテクリスト博に登場する、主人公にちなんで名前を付けたブランドである。アロンソ・メネンデスは、当時業績の、良くなかった、エイチ・アップマンを購入し、 工場を近代化し、このブランドをキューバ三大シガーの一つと言われるまで成長させた。キューバ産ハマキ輸出の約25%はモンテクリストが占めている。モンティーズというモンテクリスト愛好家を表す言葉もある。ハマキ工場ではハマキ職人たちが退屈しないように作業中に様々な物語を朗読するレクターという職種があり、彼らが読み上げる 物語の中で、葉巻職人たちのお気に入りの読み物の一つであったことが、モンテクリストという名の由来である。同様の由来を持つ葉巻は、ロメオイフリエタ、サンチョパンサなどがある。代表的な銘柄は、ナンバーワン語で、各種限定品は、無論のこと、小さめのペティコロナサイズ、ミニシガリロまで種類は豊富である。キューバ、葉巻最大サイズの A 等がある。 当初はナンバーワン7の7種類から始まり、その後 A とエスペシャルが追加され、さらに新たな種類が追加されている。ありがとうございます。